れても使ってるものか、なんだろう、みんなは何ある、これは大切なものなんだっつって、なんか今でも肌身離さず持ってるものとかってある？俺は単純に多分ね、捨てられないだけだと思う。あの筆箱の中にね、あのボロボロに分解されたシャーペンが何本も入ってるけど、それただ捨てられないだけだと思う、うん、隅っこ暮らしって壊れるんだ。あー昔の携帯、ガラケー俺も持ってる、うん、高校の頃使ってたやつ。餌あげる、あーね、そういうやつか。ガラケー未だに持ってるし、でも充電ケーブルどっか行ったんだよな。そのガラケーの中にさ、自作の小説の文章データが眠ってるから、なんかあんま捨てたくねえんだよなっていう、うん、ちなみに昔の俺のガラケーはもうギャル並みにキーホルダーついてるよ、東宝の。もうジャラッジャラについてるよ。まあ昔のゲーム機はいいよな、 DS とかそういうのは。なんだろうね、多分ね、携帯の重量よりもなんかキーホルダーの重量が重いんだろうね。なんだろうね、なんかとりあえず俺はオタクなんだみたいな感じの意思を示したいがために、ゲットした東宝グッズは全部つけるみたいなことしてたせいでそうなった。うん、若気の至りだね。うん、オタクとしてもう初歩中の初歩のなんかダメなやつだね。うん、ダメダメポ。ドリキャスはそれ取っといた方がいいんじゃない？